あ、てか、インフィニティリミテッド本部って、ニューアトランティスにあるのか、ネオンではないのか。街に入ると同時に出る。あ、プラン B で行くか。任務用の ID 使って正面入り口からファイルを。まず近くまで行ってみるか。あ、インフィニティ LTD。よし。インフィニティリミテッド本社へようこそ。こんにちは。本日どなたかとお約束でしょうか。はい、私がスカイラー・ルーミンです。ああ、ルーミンインタラクティブの方ですね。フロアに着いたらアイリス・オルティーズにお声掛けください。あちらの受付係ですので、彼がご案内いたします。オッケー。で、やらないといけないことは多いんだよな。これ、ダルトンにさらにはめられてると思わなくていいよね。弟子から聞いています。どうも。座っておくつろぎください。え、はい。ハートさんにあなたが来たことを伝えてきます。待っている間フロア内の設備は自由にお使いください。休憩室とトイレはその角を曲がった先です。離れろ、離れろ。あれか。あれどうやって行くんだ。これし、あ、はいはい、完全に理解した。ちょっともっさりしてんだよな。早く押してくれ。よし。数人警備がいなければこっちのもんだ。クリティカルシステム暖房起動。はい、これでよし。こっちでよかったかな。まあいいや。よし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 。で、あ、やべ。あ、開けちゃおう。やけどしちゃった。これルーカスのコンピューターだな。あそこに誰かいる。警備員か。先にこれやっちゃっていいよな。これだ。プログラム実行よし。ついでに、待って、これデジピック足りるか。デジピックってね、あんまり売ってもいないし、あんまり落ちてもいないんだよな。やるだけやるか、セーブして。やべ、今あそこにいたし、警備。よし。オッケー、開けれたけど、デジピックなくなった。そして、ナイフか。ナイフっていうか今、カターダ持ってんだよな。
デイジピックの予備、どっかで手に入れてえな。あれ、こっち向いてない？行ってみるか。はい。行けた。とりあえず、元にいたフロアに戻りたい。あ、こいついける。マジで。常にこれを構えていけば安全だ。おっと。よし。お前待ち行け。さよなら。お疲れさん。よし、これでモットーのフロアなんだけど、この下か。今、エレベーター使えんのかい？マーケティング、動かねえ。待って、ここも一応不法侵入エリアになるのか、もう。そっか、脱出してるはずだもんな。あっち行け。お、上かい。上に行くんかい。あそこか。誰もいない。いや、これ楽でいいわ。とっとよーし、こいつをどうするかだな。え、マジ？え、マジ？そっか、レベル高いからか、こいつ。え、これ、積んでね？どうしよう。非殺傷武器といえば、気絶できる銃あったと思うんだけど、あれ、重量かさばって売っちゃったんだよな。あ、やっべえ。危険状態にならなかった。ラッキー。あ、ほんだら。つっか、警備員も逃げろよ。今、えらいことになってるぞ、この建物。これ、噴射すれば楽々中でタスクこなせると思ってたのに。やべやべやべ。やべやべやべ。うわぁ、あんなのあるのか。あんなのマインドコントロールのしようねえもんな。ちょっとセーブしよう。いや、多いな。これいけるか？今気づいたわ。もはやプラン B じゃねえじゃんこれ。やだ。さて、ここ降りて大丈夫かなんだよな。これさ、ああ、いけた。
試作型ニューロアンプを手に入れるっていう場所が非常に厳しい。そっち行かないといけないのかよ。ちょ、こっちっぽいから先こっち行こう。はい、コンピューターあった。よし。さあ、こっからだよ。あそこにどう行けって言うんだよ。これは開けれません。開けれません。難しすぎて。あ？なんか ID カードあったな。これさ、兵士を操ることで、タレットが敵対するんよね、兵士に。いや、でも待てよ。殺傷しないでって言われてるんだよな。兵士をさ、一人ずつこっちの通路の奥に。あれ？ちょっとマインドコントロールできねえんだけど。いやー、ちょっときっちい。これもうね、やむを得ないです。最適解は、こうです。で、こいつ降りてきます。マインドコントロールします。で、こっちに攻撃はこれでしなくなると。ただ、警報鳴らそうとするんで、すぐ止めます。で、多分また動かそうとします。止めます。で、こいつ今管理下に置いてるんで、攻撃はしてきません。ID カード刺します。で、今のうちに。もう知らねえ、逃げよう。殺傷はしなきゃいいから。ここ、敵のレベル的に来るの早すぎたかもしれん。じゃあ、これ、どっから逃げるんだ？うわ、強行突破するしかねえんだ、これ。どうや。とてもこいつら相手にできん。やべやべやべ。だあ。ゴリ押し。ああ、えらい目にあった。これは成功したということでいいのかな？わかんねえ。マジでひどい目にあった。まあ、殺傷はしてないから、いいでしょう。証拠を持ってこう。入るなよ、絶対に。入るけど。大都市の政治陣営は次々に入れ替わるが。SSNN は変わらずここにいる。何か用かな？スキャンダルですよ。まあ、それは私が判断する。で、その話というのは？インフィニティリミテッドが無許可の人体実験で死体を増やすという題だ。強欲な企業がまた犠牲者を出したか。その主張を裏付ける証拠はあるのか？証拠はこれです。これ本当に大丈夫なスレートだよね。ダルトン信じてるよ。よし。調査する時間を省ければ、それだけ早く放送の準備ができる。この証拠をどうやって手に入れたのかは聞かせてもらえないよな。自分のことは言うなと言われたんで、必要なものは全てこれに書いてあります。そうだろうと思った。情報源として挙げられる名前は？それも無理です。だろうな。証拠が十分で立証可能であれば、遅くとも1時間以内に放送されるはずだ。では、失礼させてもらおう。麻酔銃とかあるのかな？マジで、そういうのないと、まともに挑戦できない建物だったわ。
まあ、じゃあ帰りますか。ネオンに。いやー、マジで。過去一大変だったまである。それに見合った報酬あるんでしょうね。あ、つか、しまった。ローン、返済してくればよかった。放送も見れるんかな。今のところ、SSNN も注目すべきニュースは報道していない。報告を聞きましょうか。今来たばかりです。朗報である限り、あなたの苛立ちは見逃してあげる。ニューロアンプの性能はどうだった？便利だったけど、まあ、私のレベルがまだ低いんで、まあ、あと、多勢には、どうにもならんかった。ええ、そうでしょうね。なら、あとは SSNN がニュースを報道するのを待つだけってことね。あの件が報道されれば、インフィニティへの対応を決定するために予定された役員会をまた開くわ。そうしてもSSNN の放送が始まりました。つなぎますか？うん、ええ、ありがとう。インフィニティリミテッドとルーカス・ドレクスラー氏は現在、委託殺人、無許可の人体実験、企業機密の窃盗を含む複数の容疑について捜査を受けています。 UC と自由公正同盟の双方を代表する捜査当局がコンソリデーテッドマイニングのステーションとクリニックに派遣されました。どちらにも多数の被害者がいると考えられています。競合他社から盗んだ情報に基づいた新製品を売り出すことがドレクスラー氏の動機だった模様です。プロジェクトそのものと競合他社に関する情報はまだ確認されています。SSNN のデビッド・バロンがお届けしました。完璧ね。この暴露によってインフィニティはこちらの思惑通りの立場に追いやられる。間もなく会議が始まる。でもあなたには他のメンバーと選択肢について話し合ってもらいたいの。インフィニティの純資産が底をつきそうなの。これは私たちが世間の信用を上げるチャンスになるはずよ。竜人がインフィニティを回収すれば誰も職を失わない。それはそう。その通りよ。でも実際は我が社で評価をさせてもらうわ。インフィニティを吸収合併することで我が社は競合相手を排除して彼らの最高の従業員と契約しつつ世間へのイメージを向上させることができる。ああ、なるほど。ウィンウィン。まあ、でも今、インフィニティリミテッドの信頼はそこだけど、ウィンウィンなのかな。意見があって嬉しいわ。だからこそあなたには役員会と話をして、これが正しい方針だと説得してもらいたいの。はあ。異論を唱える者も何人かいるでしょう。そこで、説得のための最適なツールをあなたが持ってるってわけ。内蔵ニューロアンプを役員に使わせたいのか？ええ。ええ。まさにそのために設計されたものだからね。ええ？マジ？いや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 。いいわ。内蔵ニューロアンプを使用するか否かはあなたに任せる。でも、結果は出してもらう。ほとんどの役員は自分のオフィスで準備をしている。少なくとも 50% の票が私たちに入らないと。同数の場合は私が最終的に決定するわ。あなたならできると信じているわよ。ああ、やべえ。これ私この人に同調しないと首にされる。はあ。あ、働きかけが起きてる。っていうかラウルどうすんの？ラウルじゃねえわ、ウラルだわ。この人どうすんの？ちょっと、ダルトン。ダルトンどこ？おった。かなり面白いミーティングになりそうだ。雅子から、どんな結果が望ましいか説明されているな。ぶっちゃけ俺が信じてんのこの人なんだよな。いまいましい技術ね。私に決定権があればとっくの昔にドミニオン計画など中止していた。
深刻な保安上のリスクになるのは分かっていた。案の定このありさまだ。でしょうね。政子と意見が合わないとか？あまりないことだが、今回はそうだ。それに当初、研究の開始に反対票を投じた役員は私だけではない。マインドコントロールやりたい放題だしね。ちょっとここ反旗を。あの技術がいかに危険かを目の当たりにしてきた。決して市場に出すべきではない。全く同意見だ。それに、投票でインフィニティリミテッドの買収が決まれば、私のチームにかなりの労働力が加わることになる。私が何としても避けたいのは、この新型ニューロアンプがさらなる事件を引き起こし、対応を迫られることだ。だったらインフィニティに反対しよう。不本意だが、お前の言う通りだ。では失礼する。準備したいことがあるのでな。このミーティングでウラルの雇用契約終了を発表する。彼女を外へ連行するようセキュリティを準備しておかねば。はいはい、そうだったよね。よし、全員反対にしたろ。はあ、もう忙しい。何か必要なら手配。この人は？聞いた通りよ。私は確固たる理由があって、インフィニティリミテッドが企業のパンドラの箱だと信じている。この人は回収したい側なんだ。インフィニティリミテッドが明らかに今分かっている以上の問題を抱えているからよ。これらの意図を全部見つけて辿っていくのは簡単ではないのよ。よその会社の過去に足をすくわれるなんてまっぴら。あ、てかこの人も否定派か。まあ、注目されている他の件と同じように対処することはできるけれどね。でも真の問題は、私がそれを望んでいるのか。そして答えはノー。はいはい。内蔵ニューロアンプはどう思いますか？気にしてくれる人がいてよかったわ。誰も彼もこの発明の完成を称賛することに忙しくて、秘められた危険性を考える暇もないようだから。第一に、あなたが私に例の装置を使ったことが分かれば、法廷で考えうる限りの罪をでっち上げて、あなたを一生法廷に縛りつける。第二に、あの技術はどこの弁護団も弁護したいと思わないような深刻な人権侵害よ。私はできる限りの手を使って、開発が大幅に遅れるか、倉庫で埃をかぶるようにする。ああ、これって どうするべきかな。今私はどっちみちもうニューロアンプ体に入ってるんで、会議でそれを肯定しても否定してもまあいいんだけど、まあ市場に出るのやばそうだから否定させるか。それを実際に持っている人が言うなんて、嬉しくもあり意外でもあるわね。雅子はあなたのような人材がいて幸運ね。内蔵ニューロアンプは別として、あなたは龍神にとって最高の人材かもしれないわね。まあ、このやりとりは驚くほど参考になったわ。これさ、雅子クビにしたらいいんじゃね。一番丸く収まりそう。もし事業部が退屈になってきたら私に教えてください。雅子は私が彼女の味方かどうか確かめようとしているの？そういうわけですね。まあ、雅子には安心するように伝えておいて。は？ちょうど彼女と私の目的は合致してるから、世間が注視してる間にインフィニティリミテッドを抑える必要があるわ。ただで広報ができるのは大歓迎よ。は？我が社のイメージアップになるならなおさらね。回収してもならんだろ。ならんって。はい、反対しましょうね。そうね、あなたが正しいわ。彼らの財務および法務記録には私たちにとって未知の部分が多すぎる。もしそのどれかが問題となって紛失すれば、せっかくのいいイメージが消え去ってしまう。はい、反対させました。
気にしているのは大衆のことだけか。消費者は私たちの生命線よ。そうでなければ私は今の地位につけなかったでしょうね。そう、ニューロアンプについては。いいわ。これまでの貢献を考えれば、あなたにも意見を表明する権利はあると考えていいでしょう。じゃあ、聞きましょうか。ニューロアンプは禁止されるべきだ。このような技術に対する反発の可能性は私も理解してる。お前。だけど、竜人が最前線に立つので、お前、内蔵ニューロアンプは新時代を切り開くはずよ。みすみす見逃すことはできない好機だわ。残念ながらそれは私だけの技術です。ダメです。その通りね。はい、その通りです。さらに最悪の場合、そう。業務者に抱え込まれてしまうかもし。なるほど。はい。どうやらあなたの才能は工作員だけにとどまらないよね。はい。雅子 VS 役員にしたろう。悪人の手に渡れば、まったく。君の意見は私の疑念を裏付ける。なかなか勉強になったよ。あのニューロアンプは画期的な発明。反対してるのはダルトンとアレクシスの二人だけ。確かに危険ね。さっきは理解できなかった。はい、終わりました。マジで全部反対させた。これどうなるんだろうな。この会社。どうなっちゃうんだい。